着特急。三崎口と京成高砂を結ぶ列車で、種別は京急、京成ともに特急。途中の都営浅草線内も含め、全区間で特急となります。先日開設した青と発着の特急と交互に運転され、京急線内では20分間隔で三崎口発着の特急が走っております。青と発着の特急との違いとして、京成線内は普通ではなくて特急であること。以前は京急線内快特、京成線内普通として青と発着の列車と同じ種別で運転されていた時期もありました。その後一時期、京急線内は快特、京成線内は快速特急となり、京急線内特急に変わったのと同時に京成線内も特急になりました。
急ですが、正直京成線内の種別は普通でなければ何でも良いと考えられます。というのも押上線内の途中駅を通過するだけなので、普通以外の種別なら何でも停車駅は同じだからです。しかし日中パターンダイヤなのに通勤特急、成田空港に行かないのにアクセス特急ではおかしいですけどね。アオトで快速と接続するならこの高砂発着列車も快速というのもありかと思いました。特急としているのは京急線内と種別を合わせる、途中で種別変更すなわち方向幕を変える必要がないからだと思われます。その証拠として京急線内快特だった時代には京成線内は快速特急でした。快特、快速特急と呼び方は違いますが、京急車の場合は